こんにちは。突然の訪問すまないね。今は取り込み中だったかな。そうか、それならよかった。ちょっとサナ君と話がしたくてね。そうだよ。まあ、じゃあちょっとお邪魔させていただこうか。まあいいよいいよ、そこまで長居をするつもりはないから気を使わんでくれ。話というのはね、ナナカのことなんだが、ちょっと小耳に挟んだ話があってね。今サナ君の部屋に来て確信できたよ。ナナカのバイオリンの修理をしようとしてくれてるんだね。狭い田舎だ。望む望まないは置いといても、小さな噂も耳に入ってきてね。サナ君が商店街でアルバイトを始めたこと、学校でシュリちゃんやシュウスケ君が何かのための募金を募ってたこと、それとサナ君がバイオリンケースを持って桜の森駅からどこかへ向かっていたこと、それだけじゃ確証には至らなかったんだけれど、あれはナナカのバイオリンだよね。あのバイオリンが3年前に壊れてしまってることは知っていたんだ。私もナナカにはバイオリンを続けてもらいたかったんだが、あの子は頑なにもう弾きたくないの一点張りでね。私はそれ以上何も言えなかったんだよ。今が一体どんな状況かなのかは私にはわからないけれど、きっとこのバイオリンの修理が必要になったんだろう。サナ君、顔を上げなさい。ナナカのためにいろいろとしてくれて本当にありがとう。この3年間私には何をしてやればいいのかすらもわからなかった。不甲斐ない私たちの尻拭いをさせてしまって申し訳ない。それで修理費用はどのくらい必要なんだい？シュウスケ君が、うん、それで？そうか。わかった。そのくらいのお金があればいいんだね。3年前のあの事件の後にね、ナナカを引き取るにあたって兄貴の財産も私が預かったんだ。本来はナナカが大人になった時に全て渡そうと思っていたんだけれど、バイオリンの修理費用はそこから出させてもらえないだろうか。サナ君も含めて協力してくれた友達たちの気持ちはとてもありがたい。親としてはこんなにいい友達を持って涙が出そうなほど嬉しいことだ。でもね、お金の件に関しては私たち親に任せてくれないかな。それにナナカにも兄貴たちからの両親のプレゼントだって言ってやってほしい。兄貴たちも
七花の夢に協力できるなら喜んでくれる。それでお願いできないだろうか。こちらこそいろいろと本当にどうもありがとう。はーい。おお、サナ。それは全然構わないけど、どうした？あ？なんだそれ。あ、そうか。すまんすまん。お願いってことは、え、そんなのは全然構わねえけど、お前お金は大丈夫なのか？修介、玄関先で騒ぐなっていつも言ってんで。あ、それってもしかして、そっか、よかったね、サナ。そんなのは全然オッケーよ。みんなに返しとくね。おう、分かった。修理の件はバッチリ任せとけ。あんたのバッチリはほんと不安ね。そうよ、せっかく直してもまた壊したら意味ないんだからね。大丈夫だって。タイタニックくらいの大船に乗ったつもりでいてくれよ。冗談はさておき、本当に任せてくれて大丈夫だ。サナばっかりにいい格好させとくわけにもいかないしな。おう、そんなこと気にすんなって。また明日な。帰り道気をつけてね。ここでトニックがこうなるんだから、そこに移調するのはどう？そっちの方が細かい雰囲気が出せるかもね。時間になってたのね。
集中すると時間が経つのもあっという間ね。この調子だと明日中にはなんとか完成までいけるかもしれないわ。頑張りましょう。おめでとう、サナ君。いいのよ、好きで手伝わせてもらったんだから。それよりも、うまくいくといいわね。さっきからそればっかり。今日は誰もいないから神社にいないといけないんだけど。それでどこに向かってるの？こんなところまで連れてきて何なの？サナ。こんなところまで連れてきてどういうつも。まあ親友の頼みだしな、仕方なく来てやったぞ。いけ。もう、こんな時までふざけないの。はあ、本当に空気の読めないバカなんだから。いつも通りって感じでいいじゃない。本当ね。そうね、俊介くんらしいわ。どうしてみんなここに。おじさんとおばさんまで。サナ君に声をかけてもらってな。お邪魔させてもらってるよ。今日は出かけるだなんて嘘をついてごめんなさいね。そのバイオリンは兄貴たちから。いや、お前のお父さんとお母さんからのプレゼントだ。あなたのお父さんとお母さんが七日に残した財産で修理してもらったのよ。だからそれはあなたのお父さんとお母さんからのプレゼントなの。お父さんとお母さんが。
サナ君からいろいろと教えてもらったんだよ。ナナカ、私たちは八代神社の跡取りになってもらおうなんて思ってない。ナナカの本当にやりたいことをやりなさい。もう私たちは十分に返してもらったわ。これ以上我慢なんかしなくていいの。何よりもナナカが幸せでいてほしいのよ。おじさん、おばさん、今まで何もしてやれなくて本当に申し訳なかった。サナ君、君がいてくれなかったらきっと何もできないままだった。本当にありがとう。サナ、何？これって何の？もしかして、完成させてたんだ。何言ってるの。私はちょっとアドバイスしただけ。完成したのはサナ君が頑張ったからよ。ユズキ先生、でもさ、一番頑張ってたのは、分かってる。本当はずっと言いたかったの。焼却炉で火の粉からかばってくれた時も、廊下で落とした秘密のポストの鍵を探してくれた時も、秘密のポストの鍵をちゃんと持っていてくれた時も、昼休みに屋上にいた私を探し回ってくれてた時も、私たちの将来の約束を思い出して謝りに来てくれた時だって、ずっと私を気にかけてくれてたんだって分かってた。サナがいなかったらアヤメーンでバイオリンを弾くこともなかった。きっとバイオリンを思い出すことすらなかった。夢を持てるなんて思いもしなかった。サナがいなかったら私、ありがとう。
ありがとう。おじさん、おばさん、修介、修理、葵、ひな、ゆずき先生、あさみ、みんな、本当にありがとう。私、うまく弾けるかわからないけど、サナが書き上げてくれたこの曲、みんなに聴いてもらいたい。今の私にはこんなことぐらいしかできないけど、私を支えてくれたみんなのために。見ていたのは作られた私の姿。私はもう自分を偽るのはやめたのよ。ななちゃん、
ね。いい曲だね。なんていう曲なの？すごい、サナちゃんが作った曲なんだ。じゃあサナちゃんが作った曲をナナカがバイオリンで弾いてあげる。今の曲はナナカとサナちゃんのデビュー曲だね。3年前にあの日に壊れた。だからもうバイオリンは弾けないの。それに今の私には必要ないのだし。おじさん、おばさん、シュウスケ、シュリ、アオイ、ヒナ、ユズキ先生、アサミ、みんな本当にありがとう。弾けるかわからないけど、サナが書き上げてくれたこの曲、みんなに聞いてもらいたい。今の私にはこんなことぐらいしかできないけど、私を支えてくれたみんなのために。それでは次が最後の曲です。この曲は私がプロを目指すきっかけになった曲なんです。いつか大きなホールで一人のバイオリニストとして、幼い頃からそんな夢を描いていました。でもいつの間にか私はそんな夢を追うことを諦めてしまいました。自分で殻を作り、人との間に壁を作って孤独に過ごしていた日々。そんな私を暗闇から助け出して、もう一度背中を押してくれた人がいました。その大切な人が私のために書いてくれたのがこの曲。このような場でお披露目できることを嬉しく思います。それでは最後の曲です。聴いてください。マイセルフ、ユアセルフ。